コーラスのエフェクターのパラメータのご説明をいたします。コーラスっていうのはですね、まず、簡単に言ってしまうとすごい爽やかな音色に変えてくれるエフェクターだと言えると思います。で、原理としてはですね、ちょっとだけ音を遅らせてあげて、音をこうちょっとこう太くして、遅れた方をちょっと揺らしてみると爽やかな音になるという、エフェクターです。で、パラメーターはですね、大体どの、コーラスも、ボスの場合は4つついてますが、あえて今回はこっちはいじりません。ついてないメーカーもあるので、大体この、レイトとデプスというですね、ノブ、レイトとデプスですね、このノブが、コーラスのエフェクターに大体ついてますね。ついてないブランドのものはないんじゃないですかね。この概念が大体コーラスをコーラスたるものにしていると思うので。で、レイトっていうのはですね、要は揺れ、速度。デプスっていうのが音の、そのコーラスの深さになります。実際かけてみましょう。ない状態から。としますね。もっと分かりやすくしてみましょうか。深くかけてみます。キラキラーとしますね。このレイト回してみましょう。揺れが速くなりましたね。ゆっくりしてみましょう。速くしてみましょう。で、基本的にデプスをしっかりかけてあげて、レイトを上げると、こうブヨンブヨンって音になりますね。結構ちょっとこう、ちょっとだけこう、なんでしょうか、おやという音になります。で、レイトを下げてあげると、単純に音が、ダブルだけなので、音が変わってないように聞こえるんですけど、厳密に言うと太く聞こえますね。で、原理としては、こう1本、こう、なんて言うんですかね、よいしょ、こう1本何かがあるとして、ここに、もう1本こうずらしておいたけど太く感じるっていう感覚があるんですけども、まさにそれで、少し遅らせることによってちょっと線をずらして、太めに聞こえさせると。で、その、ずれた方を揺らしてあげるとこういう音になると。いう仕組みになってますんで、単純にクリーンブースターって言い方もあるんですけど、昔そういう使われ方をしてましたね。太くするために開けると、で、プラス爽やかな音色にしてあげることもできるので、爽やかな音色になるコーラスですね。なので、どこのメーカーさんも大体このレイトとデプスで音を作ってあげて、プラス各メーカーさんのペダルごとに、付加価値があるんじゃないかなと思うんですけども、大体このコーラスの場合はレイトとデプスをいじって音作りをしてみてください。はい、以上です。